こ座る？うん。ボンジュー。ボンジュー。ボンジュー。フランスナント在住のノリです。今日の動画はですね、あの娘が今3ヶ月になったんですけど、この3ヶ月の赤ちゃんの寝かしつけのね様子を皆さんにねご紹介したいと思います。まあ、1人目の時もねそうだったんですけど、基本的にねフランス式の子供の寝かしつけは日本と違ってね、あんまり赤ちゃんに構わないっていうのが大事なポイントで、ね揺らさないで。自分たちの生活リズムに赤ちゃんのリズムを合わせるっていうのが、まあ、私が思うフランス式の寝かしつけ、まあ、赤ちゃんの育て方、まあ、赤ちゃんのリズムの作り方だと思ってて、今夜のね6時なんですけど、今娘3ヶ月で1日にね5回ミルク飲んでるんですけど、今夜の6時で4回目のミルクを飲んでて、でこの6時のが終わったら最後に夜10時から11時にかけて最後のミルクを飲んで、で次はもう翌日朝飲むっていう感じなんですけど、なるべくね夜寝てほしいので、もう最後のねミルク10時11時飲んでもらってから、今はね朝の5時6時まで寝るようになって、まあ、そういうペースを、まあ、自分がね楽なように楽なように赤ちゃんのペースを作ってミルクの時間とかこうリズムを作っていくって感じですね。ママの言ってることわかんの？わかんの？覚えちゃん。今日学校どうだった？楽しかった？今日パパはね出張でいないので、今日の、ね、夜は3人でね過ごします。でもね基本的にねミキはこの4回目のミルク飲んだらこのあとねもう夜モードに入っちゃって、もう基本的にね何もしなくても、ね、いいようになっちゃったんですけどね。何今日の夜ご飯何食べたい？ママ作りなさいよ。ママサリキャスしてるママ。誰？サリオ。サリオが作ってくれたの？よかったね、うん、今日の夜ご飯何食べたい？パスタ、お米？お米あるよ。お米がいい？人参も。人参も食べる？いいよ。サラダ。サラダもある。サラダね、ないな。サラダ買わないとないや。家をでしょ。ヨーグルトいる。ヨーグルト、あ、ヨーグルトもないよ今日。ごめん、ヨーグルトもなくなっちゃった。ヨーグルト多分ない。見てきて、別に。多分ヨーグルトもない気がする。だって昨日さ、全部ヨーグルト食べちゃったんじゃないの？ないっしょ？ヨーグルトあった？あった？あ、お米はあるよね。うん。そうだからやっぱりね、日本とフランスの子育てというかこう寝かしつけの大きな違いは、フランスはそこまで赤ちゃんに構ってないっていう感じかな。自分たちのペースに赤ちゃんのリズムを合わせるっていうのが、まあ、私が思うフランス式で、まあ、そうするとねやっぱ親もね楽だし、親が疲れてるとこう家の雰囲気もね悪くなるので。ね、なので私はもう1人目の時もそうでしたけど、2人目もねそういう風にして子育てをしています。ありがとう。なんで？なんで？ありがとう。他の日本語わかる？新幹線？ありがとう。ありがとうって言われたらなんて言うんだっけ？どういたしまして？どういたしまして？そう。ありがとう。ありがとう。よし、みきちゃんは？ありがとう。みきちゃんこれからね、お休みモードに入りますよね。お
で6時のミルクが終わったら私はね夕食を作るんですけど、その間はねこうやってバウンサーに入れて私のね横に置いていくようにしてます。ミルクね飲んだんでもうね、泣くことはほとんどなくて、この間にね寝だしたりするんですよね。本当にねあんまり泣かなくて、お腹空いてる時かちょっとこう寝つけなくて泣いちゃうぐらいしか一日のうちで泣かないので、本当にね手がかからなくなりましたね。もうちょっとしたらおねるだね。私たちはねまだご飯中なんですけれども、ミキがね眠そうな顔つきになってきたんで、ソファーに移動させてここでね寝かせてます。このままね勝手にね寝るんですよね。で10時11時ぐらいだったら最後のミルクをあげて一緒にね寝ます。ママちょっと食べる、これ食べる、いいよ。はい、いいです。